にちは。今回は考察、私なりのツーリングライダー視点、第1話を見た感想を書いていこうと思います。そして最後に自分がこの回で最も印象に残ったセリフ、名言を一つ取り上げたいと思います。ではよろしくお願いいたします。いきなり見慣れない場所、東映駅、電車から降りてくるのはりんちゃんだけど、小学生のりんちゃん、もうこの時からお団子ヘアーだったのか。場所は愛知県北設楽郡。うん、そこで登場するおじいちゃん、ここはおじいちゃんの地元、最寄り駅なのか。それにしてもすごい駅舎だね。シーズン3初回は小学生の凛とおじいちゃんとの兄折会。この展開は私が最も望んでいた組み合わせ。スタートからめちゃくちゃテンション上がりまくり、期待が高まっていきます。そんなおっさんライダーの思惑をよそに、凛ちゃんが行きたいと言った場所は、渋いね、全くオタク渋いぜ。そんな渋いリクエストをした孫を乗せて有名な矢作ダムまで車を走らせます。東映駅から矢作ダムまでかなり距離があるけど、そこはアニメ、深く考えるな。道中見ていた教科書から小学4年生だと判明する。ダムの仕組みに興味があるなんて、やはりりんちゃんはライダーとしての素質があるな。ライダーの行き先ランキングで常にトップ5に入るのがダム。私調べ、なぜなら山奥にもかかわらず比較的整備された道路が用意され、ランプやトラックが通行可能な道路が整備される。さらにバイク乗りにとって嬉しいのは、ダムに駐車場は当たり前に用意されており、何よりこの素晴らしい景色が無料ですよ。特に紅葉の季節は最高です。そしておじいちゃんがいい時に来たという通り、ダムの放流の最中でした。これはラッキーでしたね。余談ですが、もし予期があるなら滝沢ダムを訪れた際は滝沢スプラッシュを兄より追加してくれると嬉しい。矢作ダムは3連の排出口が特徴で、道の駅どんぐりの里になる。またまた渋いお菓子を物色中のりんちゃん、抹茶と黒米で悩む小学生ってダブル。しっかり地元観光を紹介しながらダブ、地元産の牛乳とカステラを買ったりんちゃん、おじいちゃんの軽バンに積まれているものに興味津々のりんちゃん、それはキャンプ道具。シーズン2第1話で中学生りんちゃんに譲る犬ロボのムーンライトテントがここで登場します。したら面白そうな要素がたくさんありそうなので、時間があればやろうかな。ベイとエヴァちゃんも登場するか。本で写真みたいな背景じゃなくて写真そのまんまだと、ある意味ちゃんとロケハンしている証拠ってことでもある。ではなく正直予想動画が的中していました。手早くテントを建て終わり、ドヤ顔りんちゃん、ここでおじいちゃんからもらったテントが使い込んで古くなってきたことや、あの日二人キャンプから流れた時間を彷彿させます。おじいちゃんに何気ない質問をするりんちゃん、手で木の棒をくるくる回すことで火をつける。A のあれで火をつけられるか聞かれたおじいちゃん、ああ、霧の道式すげえ火起こし難しい。ただ孫の期待の眼差しに弱いのがおじいちゃん、急遽予定を変更し道の駅継ぐ高原グリーンパークへ。謎のモニュメントお通りキャンプを始めるおじいちゃん、やっぱりね、孫にかっこいいところを見せたいわけですよ。そんなおじいちゃんが選んだ火起こしの方法は、秘密式。台盤の木目に沿って、ほうきを激しくすりつける方法。竹も利用できる。
著しく腕力、体力を要する。サモア、トンガ、バヌアツなど太平洋にあるポリネシアやメラネシアの島々に現在も伝わっている。非常に腕力のいる発火砲だが、体格や体力に恵まれたサモアなどでは10秒前後で火種を作る名人もいる。おじいちゃんも何回か失敗しながら発火に成功。全米が泣いた、全地が泣いた、最高のシーン。場面は再び小人湖へ。おじいちゃんがやっていたあれを再現してみようとするリンだが、あれがとんでもなく大変なことだったことに気づいたリン。一生懸命あれをこすりまくるリンちゃん、ものすごい息遣い。少し涙目になりながらも一生懸命こすり、発火。やったね、リンちゃん。火種をふあ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 。そんなリンちゃんに近づく幼女は火がついたあれに興味津々。ちょっとドヤ顔になるリンちゃんが可愛い。日が暮れ、ソロキャンプを満喫する島に、お湯が湧き始めてきた。ところで場面は切り替わり、おじいちゃんがあれで温めたミルクを注ぐ。全ての疲労が吹っ飛ぶ孫の笑顔の瞬間。じゃあこのミルクを持ってとっておきの場所に行こう。場面は変わり、そこへあの幼女がまた現れる。ねえねえ、せっかく頑張って火を起こしたのに、なんでこっちで沸かすの？焚き火で沸かすと鍋がすすで真っ黒になるから。このやり取りはまさにモトスコであったシーンのデジャブですね。こういうファンサービスって3期まで続いているからこそ成り立つゲートですよね。そしておじいちゃん、とっておきの場所へ。リン、いい眺めだ。まあリンちゃんが景色を食べることに夢中のようです。とっておきの場所、伊那部展望台。モデル地は伊山展望園地らしいです。ですが残念ながら現在伊山展望園地は立ち入り禁止です。詳細は伊那部観光協会公式サイトにてご確認ください。食べ終わったら帰るか。その言葉に寂しそうな顔をするリン。そんな顔をするなリン、キャンプには寂しさがあるんだ。寂しさがあるからこそ次のキャンプが楽しみになるんだ。また行けばいい。うん。このやり取りもイズキャンの最後のシーンと重なるデジャブです。寂しさがあるからこそ次のキャンプが楽しみになる。次はどこへ行こうか。考察を終了いたします。アニオリパートによって今回の考察動画を作る魅力が燃え尽きてしまいました。それだけアニオリは内容が盛りだくさんでした。何よりおじいちゃんとリンちゃんという個人的に最高の組み合わせのキャンプ会が実現したことに3期アニメスタッフに感謝いたします。また気力が戻ったらアルコールストーブ会も考察動画を作りたいと思います。キャンプには寂しさがあるんだ。寂しさがあるからこそ次のキャンプが楽しみになるんだ。キャンプには寂しさがあるんだ。寂しさがあるからこそ次のキャンプが楽しみになるんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。スーパーサンクス、投げ銭をお願いします。ご意見、
ご感想を、お願いします。次回作に、ご期待ください。